今回ですけども、サワエリ届け杯やっていきたいと思います。さあ、ということで、今日はマジランクインするから名前を見たら本当によろしくお願いします。行きましょう。お願いします。さあ、ということで、本日もりょうかとエントラックス、楽しく元気にやっていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、本日は、こちらのしずちゃん、しずえさんことしずちゃんを褒めちぎりながら、本日は、使っていきたいと思います。というのも、先日ね、ちょっと上げた動画あると思うんですよ。自然について語ろうみたいなね。そんな動画があると思うんですけれども、そちらの方見ていただいた方、おそらくわかると思うんですが、もう24時間労働以上、もう48時間、違うか、365日労働っていうね、そんな感じなんですよ。そう、なので、ちょっとそれはかわいそうだと。さすがにちょっとマリオカートくらいは楽しくやらせてあげたいと思っておりまして、ちょっと今日はね、褒めちぎりながら本日はプレイしていきたいと思います。皆さん最後までご視聴していただけると幸いです。何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで、しずちゃんはね、とにかく小回り聞きますから、小回り聞くので、なので、ちょっとそういうね、小回り聞いた、その強みを生かして、本日ちょっと頑張っていきたいと思います。まず1レース目はとりあえずね、2、3位以内には入りたいね。全然3位以内にいいから、ちずちゃん。1位じゃなくていいよ。君可愛いからね。ほら、可愛い。もう、てかもう、任天堂もさ、やっぱりちょっと、自然が可愛すぎたと。自然を可愛く作りすぎたと。多分今後悔してると思うんだよね。そう、だから、ちょっとそう、能力調整ちょっと下げて、ちょっとその可愛さじゃないところで、なんかね、可愛さがちょっと秀ですぎて、ちょっとみんな使ってるから、そこはやめとこうみたいなね、感じなんだろうね、おそらくね。さあ、ということで、ちゃんとここでシングル取って、そして何が出る ?5 位ね。全然 OK。全然いいじゃん。そしたら、オコーラいってる。めっちゃあるんじゃないこれ、ワンチャン。ワンチャンあるよ。さあ、ということで、その前の赤コーラ、それちょっと早く消してくんねえかな。それ、投げてくんねえかな。どうかな。それ、そう、投げてもらって、さあ、これ、3位になって、はい。ラスト、待って、落ち着いて。めっちゃ、どりゃ、危ない。はい、やらそう。はい、あいつらやる。前のやつ、全員やる。当たれ。いや、くそ、当たんねえか。5位、全然 OK。しずちゃんかわいい。別に早くはないけど。坂太郎チャンネル。はい、お願いします。さあ、ということで、第2レースが、ハイロルサーキットをやっていきたいと思います。ここのコースはね、意外と俺は好きだね。ということで、こちら頑張っていきたいと思うんですけれども、いや、地味だな。地味だな、この場行ったら。オッケー、悪くない。オッケー、6位、全然オッケー。素晴らしい。坂太郎チャンネル。はい、お願いします。さあ、ということで、第3レースが DK ジャンガーやっていきたいと思います。ていうかね、ちょっと全然、このね、企画の趣旨とは全然変わるんですけど、話がね、全然飛ぶんですけれども、PC ゲーム、そう、この PC ゲームをね、これからやっていこうかなと思って、そう、これね、なんか PC、なんかこう、あんまりこう、スペック高くないね、PC で、なんかこう、やろうと思ってたんだけど、ちゃんとね、生配信ができるっていう PC ゲームをしながら生配信ができるっていうそういう方法を見つけたのでちょっとこれからねそれ方法にのっとってちょっとやろうかなと思っております、PC ゲームね例えばオンリーアップだったりねそうとうとうオンリーアップ、ちょっとできる時が来ましたので、ちょっとねこれをね、がっつり、やっていこうかなと思っておりますので皆さんぜひね、楽しみに、していただければと思います。あとはApex とかもなんかやりたいよねなんか PC で1回ぐらいはやってみたい、なんかやっぱりこう、ね、人気なゲームだからさすがになんかこうねガチで目指すとかそういうことは全然しないけど、そういうこともやっていきたいなと思ってるので、はい、そちらもぜひ、期待していただければと思います。はい、ということで、ちょっと今ね、1位かなり狙えるんじゃないかさあ、ということで、あそこに引っかかってるね。それドンマイだね。さあ、お前やるよニーフィア。お前やるよ当たってるでしょ当たってないの嘘でしょ当たってないのそれマジかよ。さあ、やるパラスラ当たってるんだよねそういうことなんだよねよし、来てる素晴らしい今の見たみんなパラスラ今すごくない綺麗だったんじゃないさあ、行くち行くぞ、しずちゃん、お前ならいける俺は信じてるよさあ、行くぞよいしょ、ジャンピングしていや、バカそのシチリーはなんだ教えてくれよやっていくさあ、ということで、青コーラ来んなよもういいから、そういうのもあるお前シーザー、お前ちょっとだからいいからもうもうダメだもうねもうちょっと勘弁してくれや本当にもうちょっとさしずちゃんがかわいそうと思わないみんな俺は思うよしずえかわいそうだなってすげえ思うよそれなのにこれはいもうはいこいつらひどいはいもうこいつらひどいただのひどい奴らです。はい、もう本当のボケが坂太郎チャンネル。はい、お願いします。さあ、ということで、第4レース、エレクトロドリーム、やっていきたいと思います。ちょっと僕、ごめん、ゲップが。すごい、ちょっとごめんなさい。さらそう。集中。よいしょ。ラストはいだくそーすげえ荒れてるすげえ荒れてんなーこの部屋まあ、どんまいだな。坂太郎チャンネル。はい、お願いします。さあ、ということで、第5レース、部屋変わりました。はい、こちらからね、また再度気合入れてやっていくんですけれども、ちょっとね、まあ、ひどいよね、なかなかね、このレースたち。ということで、まあ、ちょっと気合入れて、ここから前に行きたいと思います。皆さん見ててください。これが、自然の力ですというものを、皆さんにお届けする。この後半戦でね。まあ、前半は正直アップです。はっきり言って。アップなんで、なので、ちょっとまあ、ここからね、本物の力というものを見せます。はい。さあ、ということで、どこまでいけるか。いける。OK です。さあ、いいよ。いいとこまでいってる。さあ、ここからね、ちょっともう、このまま保持していこう。このアイテムたちをね。めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいい感じではあるよ。さあ、ということで、赤コーラじゃないね。赤コーラ切ってたらさすがに引いてたけど、全然大丈夫です。はい、ということで、結構いい感じよ、なかなか悪くはない感じ。OK、声も10枚。さあ、いいよ。なかなか揃ってきてるよ。太郎ちゃん。さあ、1位がちょっと早いな。1位すげえ早いのね。それはめちゃくちゃあるね。はい、ということで、ちょっと気合入れて。ちょっと待ってね。こっから、ちょっと。バカ！何そのカニ！おい！お前、カニがクソ邪魔なんですけど。マジで。マジクソ邪魔なんですけど。びっくりするぐらい邪魔なんですけど。ありがとう。サンダー回避ありがとう。さあ、こっからね、ちょっと前行きたいね。危ないね。ちゃんと避けながら行きたいね。ぐだるなよっていうやつがいるわ。さあ、ちゃんと雷回避しといて。で、これでちょっと集中して、前に行きたい。さあ、これでがっつり。OK よ。で、これで、いやー、ちょっと開けないか。さあ、ということで、まあ、これはしょうがない。だけど、ここで一回使っていく。もう一個使っていく。OK よ。素晴らしい。さあ、ここまで来ちゃったね。さあ、どうする何する楽しいことしちゃう。さあ、どうするか。ちょっと待って。まあ、2D、全然 OK。OK、やれねえのそれ。クソマジか。だけど、落ち着いて、太郎、一回落ち着こう。カニ邪魔。OK、ダブル取って。やっべえ。ミドルコーラ避けろ。全部避けろ。ナイス。さあ、ここの収集。あ、これいってる。これでかい。これマジででかい。いや、やれねえか。バカ！いや、くそマジか！マジか！いや、くそ無理だいや、いけたよね、なんとか。坂太郎チャンネル。はい、お願いします。さあ、ということで、第6レース、動物の森やってきちゃいました。ということで、ふるさとね、帰ってきたね、しずちゃん。ちょっとここで1位取ろうぜ。いや、無理だが。まあ、しょうがないよー坂太郎チャンネル。はい、お願いします。さあ、ということで、第7レースが、テレサルイカ、やっていきたいと思います。で、1位早くね。ちょっとスカイ君、それさ、赤コーナー投げちゃおうよ。な。あれスカイ君消えたなんで消えたんだよくわかんないけど。ちょっと待って、これ交換しよう。そして何か出るか。もう一回ぐらい青コーラ。すげえな。ちょっと待って、これやば。ダメだ。こいつら本当に話になんねえ6位まあ結構上がったけどね、頑張ったけど1位のやつ早すぎない？坂太郎チャンネル。本日ラストです。マリオサーキット打開で見せる自然の奇跡、皆さんにお届けします。はい、お願いします。さあ行きましょう。さあということで、しずちゃんもうさ、しずちゃん可愛さはすごいわかる。ただちょっとたまにはさ、実力を見せちゃおうか。今日はちょっと可愛さシリーズみたいな感じでちょっとね、しずちゃんのことを擁護してきました。はい。なんですけれども、やっぱりちょっと深く考えてみました。マリオカートを仕事をやる上で、他のね、外部的要因っていうのも関係ないんじゃないかと。マリオカート全力でできるやつはマリオカート全力でできるし、みたいなね。てか、他のやつらももしかしたらね、違うところでいっぱいいろんなサークルをしてるかもしれないし、そう考えたらさ、ちょっとね、別にね、マリオカートに全力でいけないんだったらマリオカートやめろって話なんですね。厳しいこと言うようだけど、まあ、そういうことだよね。みんなが言いたいのはね。はい、まあまあまあ、とりあえずちょっとここ気合入れていきます。さあ、ということで何を言ってるかちょっとよくわかんない話でしたが、ここでね、はい、雷回避、そういうことです。いや、そう、お後のアイテムがお悪いようで、さあダブル交換して、そして何が出るか。おお、いいね、悪くない、素晴らしい、かなり素晴らしいよ。さあ、いいんじゃない。さあ、このまま行こう、集中。さあ、このまま落ち着いて落ち着いていきたいところ。さあ、後ろから来てんだよな。交換しよう。そして雷、これで雷、どうぞ、もう一回雷、もう一回雷とかでかいよ。どうかな。オッケー、いいよ。そして、いや、なるほどね、悪くない。それはそれで悪くない。これが奇跡。ありがとうございます。これが自然の奇跡です。ありがとうございます。一丸としゃー、奇跡の子、そういうことなんです。完璧ペキちゃん、ペキちゃん丸、しずえちゃんは神です。坂太郎チャンネル。はい、ということで、本日サメントのキャラ、私の得点、63点という結果で終わりました。まあ、最後にね、1位で決められたんで、終わり良ければ全てよしっていうね、そんな言葉はあるぐらいですから、今日は良かったんじゃないかなと思います。ということで、結果アップをしていきたいと思います。第1位、うそうすさ96点目として、うそうすさんナイス、優勝おめでとう、ナイス。そして第2位、SRC さん94点目として、素晴らしい。そして第3位、ねこっち93点持ってます、素晴らしい。そして第4位、坂太郎ファン90点持ってます。そして第5位、下全員ともやチャンネル76点持ってます、素晴らしい。そして第6位、ニーフィアン、72点持ってます。そして第7位、ぐだるなよ71点持ってます。そして第7位、弱いよトライピオ71点持ってます。そして第9位、古今の工藤夢と69点持ってます。そして第10位、ハイウィルさん68点持ってます。そして第11位、カツマグロ66点持ってます。そして第11位、ココンヌ星と丸66点持ってます。そして第13位、M64 点持ってます。そして第13位、カイチーさん64点持ってます。そして第15位、OWO 私ですね、63点持ってます。そして第16位、オリ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 62点持ってます。そして第16位、サワヤンハゲヤン62点持ってます。そして第18位、アルバの弟子ジュンタ61点持ってます。そして第19位、マリオ使いシーザー60点持ってます。そしてラスト、第20位、ミミさん59点持ってます。という結果で本日終わりました。皆さんね、まずご参加していただいて、すべての皆さん本当にありがとうございました。はい、ということでですね、まあ本日63点という結果なんですけれども、同率賞もおらずという、結果になりました。ということで、次回はね、同率賞並びに、まあ、120点、そして110点のね、賞を獲得する人が現れるのか、皆さんね、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、本日はこれにて以上、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いしまーす。チャンネル登録